こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春のアウターはこの3種類だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあすっかり暖かくて春ですねと言いたいところなんですが、撮影日当日今日なんですが、雪の予報なんですね。結構最近寒い日も続いていたりするんですが、ファッションの世界ではもう春物にですね、季節が移り変わっていまして、様々なアイテムが揃っているわけなんですが、まあその中でもやはりですね、メンズの着こなしの中で主役と呼べるのはアウターだと思うんですね。いろんなパーツがある中で最も注目が集まるのがアウターなんですね。まあ、僕も今ですね、ジャケットを着ていますが、上半身にあってなおかつ一番外側なので、まあ、それだけ目立つので、まあ、できればですね、ちゃんとしたものを投資した方が僕はアウターはいいんじゃないのかなと思ってるんですが、まあ、そんな中で今回はですね、大人の男性に似合う春のアウターをですね、3種類皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、実はですね、もうすでに春物のアウター、いろんなものをご紹介しているんですね。なので同じものを出すかと思いきや、今回はですね、ちょっと方向性を変えて、これまで出てきてないものをですね、3パターンご紹介したいなと思います。綺麗めなものからちょっとカジュアルめのもの、そしてその中間的なものですね。この3パターン全部揃っていたらもう完璧だと思いますし、まあやっぱり人によってですね、好みがあるので、このうち2パターンぐらいだけ持っとくだけでもだいぶいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも今後の春のアウター選びの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に大人の春アウターを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目は綺麗めなですね、コートから皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、僕の動画の中でもよく出てくるんですが、まあ、春のコートとしてはやっぱりこれは外せないかなと思います。ベージュのステンカラーコートですね。まあ、今回はですね、まずはビューティー&ユースのパーテックスバルカラーコート、こちらをご紹介したいなと思います。まあ、このようなコートというのはベーシックで結構ですね、オンオフ兼用で使えるような、そういった仕上がりになってるかなと思います。バルカラーコート、まあ、いわゆるステンカラーコートなんですが、まあ、最もオーソドックスな形になっているので、個人的にはですね、少しカジュアル感のあるようなステンカラーコート、バルカラーコートを選んだ方が僕はオフでも使いやすいのかなと思います。かつてのステンカラーコートというと結構コットン地だったりだとか、しっかりとしたような感じのものが多かったんですね。ただそういったものは従来のスーツスタイルの中では合うんですけども、カジュアルに持ってくると硬すぎてしまって普段着に馴染まないんですね。なのでちょっとカジュアルめのステンカラーコートを用意した方が現代のセットアップの仕事着にも合うし、なおかつカジュアルでも使えるので、まあそういった点では今回ご紹介するような、こういったパーテックス、まあ、ナイロン素材のステンカラーコートになるんですが、このような表面にですね、撥水機能がついてたりだとか、少しこうシワっぽさがあえて入ってたりだとか、まあその中にも微光沢があって適度に上品な雰囲気が漂っていたりだとか、このあたりのバランスの素材の方がオフでも使いやすいかなと思うんですね。そしてカラーに関してはネイビーだとかブラックのステンカラーコートはかなり綺麗めで仕事っぽく見えてしまうので、春らしいベージュが鉄板で使いやすいかなと思います。で、ちなみにこのベージュというのは春だけではなくて秋にも使うことができるので、これまず持っておいて間違いがないかなと思います。まあ、色の展開はオリーブですとか、あとはナチュラルですとか、ネイビー4色あるんですが、まあ、この中でも結構長く使うことを考えると、やっぱり一押しはベージュになってくるんじゃないのかなと思います。で、丈の長さで言うと、まあ、最近はですね、ステンカラーコートもバルカラーコート、まあ、チェスターコートとかも丈すごく長いものが多かったんですが、こちらは割とすっきりめの丈感になってるんですね。丈の長さも時代によって微妙に長さが変わってくるわけなんですが、まあ、最近は行き過ぎたロング丈というものがだいぶですね、人気が落ち着いてきまして、少しずつ定番的な着丈の長さのものも増えてきたので、まあ、大人の男性にはこれぐらいの丈感はすごく使いやすいかなと思います。ベージュの色味もすごくいいですし、濃すぎず明るすぎないような、すごくバランスのいいベージュになっているので、これは本当に使いやすいかなと思います。まあ、こちらの写真のように内側にはオフホワイトだとかライトグレーのニットを着て、ボトムスは例えばデニムスラックスだとかブラック系のパンツを合わせれば、もう簡単にですね、春の綺麗めコーデが完成してしまうので、一着は持っておくと便利なのかなと思っています。で、今回はビューティー&ユースをおすすめしていますが、
もう一着ですね、こちら、グリーンレベルのナイロンオックスラグランステンカラーコートですね。これに関しては、毎年皆さんにご紹介しているような大定番になるんですね。僕もですね、今年こちら、全く同じものを購入して、持ってるので、着た状態も見ていただきたいなと思うんですが、まあ、このような形で、ビューティー&ビーストよりも少しだけ丈の長さは長めに仕上がってまして、やはりこちらもですね、素材感としては、ナイロンを使っているので、適度なシワ感ですとか、カジュアル感を楽しめるので、オンオフ兼用で使えるような一着になっているかなと思います。まあ、それぞれ値段が微妙に変わってくるので、まあ、ぜひ気に入ったものを選んでいただきたいなと思いますし、もっと抑えたいのであれば、ユニクロのステンカラーコートのベージュも結構よくできてたりするので、まあ、このあたりでどれか一着ですね、持っておけば、まあ、特にですね、40代以降の男性には間違いなく似合ってくるのが、こちらのステンカラーコートのベージュかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のですね、春アウターなんですが、まあ、僕の動画の中でもよく出てくるジャンルなんですが、シャツアウターですとか、カバーオールと呼ばれるような、丈の長さで言うと、ロング丈のコートよりは短いんだけども、ナイロン系のアウターですとか、そのあたりのですね、スポーティなものよりは、適度に長さがあるような、中間的な立ち位置ですね。綺麗めとカジュアルの中間を取るようなアイテムで、このあたりは一着あるとすごく便利かなと思ってまして、今回ご紹介したいのが、グリーンレーベルのテックカルゼカバーオール、帽子はストレッチというアイテムですね。これは毎シーズンやってるですね、グリーンレベルの定番的なアイテムになってくるかなと思います。去年の秋冬はグリーンレベルさんとコラボでカバーオールをですね、作ったわけなんですが、まあ、そちらのですね、春に使えるようなバージョンと思っていただくとすごくいいかなと思うんですが、まあ、ライトな生地感でデニムのカバーオールとかではなくて、少し上品な大人っぽい生地の雰囲気でカバーオールを表現しているので、これはですね、結構大人世代にも使いやすいんじゃないのかなと思います。もちろん先日までご紹介していた無印良品のカバーオールですとかユニコーンの UTT ジャケットだとかこのあたりでも全く問題ないんですが、まあ、デニム素材なのでちょっとカジュアル目するんですね。なのでもうちょっと綺麗めに振りたい場合にはこのようなちょっと上品なクリーンに見えるカバーオールを持っておくと便利なのかなと思います。で、色はですね、ミディアムグレーとナチュラルとシャーベットという3色展開になっているんですが、まあ、個人的にやはり使いやすいのはミディアムグレーかなと思っています。チャコールグレーほど暗くはないので割とこう春に使っても重たすぎないようなカラーリングになってますし、上品な雰囲気も漂いやすいので、まあ、こちらを持っておくとまず間違いがないかなと思います。まあ、デザインはカバーオールをベースにしているので襟型ですとか、あとはポケット使いですね、腰に2つポケットがついていて、胸元にもですね、内側にポケットがついているので、そのこう縫い目がですね、ちょっと出ているような形でうっすらとデザインのアクセントになっているのがこちらのデザインの特徴なんですね。まあ、ミニマルなデザインなんですが、カバーオールライクなデザインということで、今のトレンド感もしっかりとキャッチアップしているので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。素材はウールっぽく見えるんですが、こちらはポリエステルの素材を使ってるんですね。まあ、さらっとしたちょっとドライなタッチになってまして、 T シャツだとかカットソーの上に着てもですね、すごく着心地もいいですし、シワにもなりづらいというところも含めて扱いがしやすいんですね。で、ケア方法も洗濯機で洗うことができるというところがこのですね、化繊の良さではあるので、まあ、最近はですね、天然素材もいいんだけども、このような機能的なポリエステルを使うというのも非常に便利なところなのかなと思っています。コーディネートは簡単で、これまたですね、ストライプのシャツだとかブルー系のシャツだとか、あとはボーダーのカットソーに合わせてもいいですし、様々なトップスとの相性がいいのですごく簡単です。ボトムスはブラックだとか、あとはホワイトだとか、そのあたりで合わせていただければ、もうそれだけでちゃんと様になるので、一着持っておくと様々な世代に似合いやすいような鉄板アイテムかなと思います。まあ、特に僕はですね、いつもお伝えしている通り、ロング丈のコートの美しさはすごく嬉しいんだけども、まあ、日常的には長すぎるものよりは、まあ、適度にですね、足さばきがいいものの方が使いやすいんですね。なので、まあ、これぐらいのカバーオールというのがすごく楽だったりするので、ぜひ皆さんもですね、デニムのカバーオールもいいけど、もうちょっと大人っぽさ出したいんだよなって時には、ウール見えするようなこういったグリーンレベルのカバーオールがめちゃくちゃ使いやすいので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、今回ご紹介するアウターの中で最もカジュアルなジャンルになってくるかなと思うんですが、まあ、いわゆるですね、ナイロンジャケットとかマウンテンパーカーみたいな、このようなカジュアルなアウトドアっぽいようなアウターですね。まあ、その中で今回ご紹介したいのがこちらですね、アーバンリサーチドアーズのフォーク&スプーン撥水ショートマウンテンパーカーですね。これがすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。このジャンルで言うと、最近はですね、僕の中ではですね、ノースフェイスのコン
ンパクトジャケット一本槍で攻め込んできたわけなんですが、まあ、そろそろ違ったものも皆さんにご紹介したいなということで、今回はこちらをピックアップさせていただきました。まあ、コンパクトジャケットはクセモノでめちゃくちゃ使いやすいんですよ。なので僕もですね、結構依存してしまってついついこちらをご紹介しがちなんですが、まあ、どんなアイテムにもメリットとデメリットがあるんですね。まあ、コンパクトジャケットは死角がないように思われるんですが、ノースフェイスのロゴですね。これが好き嫌いがもちろんあると思うんですよ。やっぱりこうブランドロゴというのはそれなりの主張があるので、ついてない方が着やすいんだよなっていう方もいらっしゃるとは思うんですね。まあ、そんな時にやっぱりですね、一枚あると便利なのがブランドロゴがついてないようなこういったマウンテンパーカーかなと思います。まあ、アーバンリサーチ問わずのオリジナルということでブランドロゴもないですし、デザイン的には現代のファッションと親和性の高いようなデザインになってるんですね。ベースのデザインはマウンテンパーカーというカジュアルさがあるんですが、その中に最近のですねトレンドアイテムであるモッツコートですね、ショート丈のモッツコートのデザインをうまくミックスさせているので、今っぽくてすごくですねバランスの取れた一枚になってるんですね。サイズ感も少し緩めに仕上げてありますし、襟周りのですねフードがついていて、クタッとこう襟がですね倒れる感じもなかなかバランスがいいので、開けてきた時の雰囲気もまたすごく魅力的なので、まあ、ぜひ皆さんこちらチェックしていただきたいなと思います。まあ、カラー展開は2色で、まあ、どちらもいいんですね。インクブラックというものと、そしてスティールですかね。スティールと読むのかスチールと読むのかちょっと不明なんですが、このちょっとグレー系の色とですね、2色の展開になっています。どちらもですね、それぞれの良さがあるんですが、まずはインクブラックというのは、まあブラックなんですけども、ちょっと汗感があって、ダークグレーに見えるような色合いなんですね。ですので、真っ黒というよりは少しダークグレーに近いような色合いになっているのかなと思います。春で考えると、ちょっと重たい感じもするんですが、真っ黒ではないので、そこまでではないかなと思います。また合わせ方次第なんですよね。まあ、これに対してブラックのパンツを合わせちゃうと春らしさというところが出てこないので、まあ、できればですねオフホワイトのデニムだとか明るいものを合わせていただければ、こういったインクブラックはちゃんと活かすことができるので、これすごくシャープでかっこいいアイテムかなと思います。なかなかですねアウトドア系のですねブランドではこのような曖昧な色ってやらなかったりするので、インクブラックっていうのはやっぱりアパレルが作るですねアウトドア系のアイテムということで、すごく曖昧な色が楽しめるんじゃないのかなと思います。そしてスティールに関してはですね、これも色合いがいいんですね。グレー系なんだけども、ちょっとこうグリーミーがかってるような曖昧な色合いで明るさも出すことができるので、これなかなかバランスがいいかなと思います。まあ、ぜひですねこちらの写真のコーディネートそのまま皆さんにもやっていただきたいなと思うんですが、内側はボーダーのカットソーですね、こういったちょっと緩めのものにも合いますし、あとはストライプのシャツなんかにも合うかなと思います。でボトムスに関してはオフホワイト系のパンツですね、こちらでは履いていますが、こういったもので合わせてみたりだとか、ブラックで引き締めてもこのアイテム自体がそんなに真っ黒とかそういった重たい色ではないので、暗くなりすぎないんですね。そういった意味ではこちらのスティールという色合いもすごく使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひお好みの方を検討していただきたいなと思っています。丈の長さなんかもですね、コンパクトジャケットに比べるとやや長めなんですね。ナイロンジャケットとやはりマウンテンパーカーでは丈の長さがちょっと微妙に変わってくるので、そういった意味ではより大人には似合いやすいような丈感になってるかなと思うんですね。丈が短ければ短いほどカジュアルな印象で、長ければ長いほど綺麗めな印象になるんですね。そういった意味ではステンカラーコートが最も綺麗めで、カバーオールがその中間的な位置づけ、そしてマウンテンパーカーがあって、さらにはナイロンジャケットみたいなものが一番カジュアルという形で、カジュアルから綺麗めまでの序列ができるわけなんですが、このあたりを考えてみても、ちょうどいい丈感のロゴが入ってない大人っぽいですね、カジュアル向けのアウターなので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の春のアウターはこの3枚だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、結論を言うと、丈の長さの違うアウターがそれぞれあると便利だよというところなんですね。綺麗め派の方だったらステンカラーコート、まあ綺麗めがいいんだけども足さばきが良くて動きやすい方が良ければカバーオールですね。そしてちょっと気取らないようなカジュアルさだとか、まあガンガン外遊びも含めて活用したいのであればショート丈のマウンテンパーカーですね、このあたりが使いが
があってがいいかなと思います。僕なんかもですね、結構偏りがちだったんですね。最近は結構カバーオールが好きで、それぐらいの丈のものをよく着ていたんですが、そうなるとその反動で、むしろ丈の長いステンカラーコートとか、ロングコートも着たくなるんですね。丈が長いコートのですね、魅力ってやっぱりあるかなと思うので、そういった意味では一つだけではなくて、まあ、せめて2種類ぐらいの丈感のものを持っておくと、結構ですね、着こなしのバリエーションが広がるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、この中で気に入ったものがあれば、この春に買い揃えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信も行っています。皆さんのご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、様々なおしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。